次グランィは出てましたもんね、あのー、出てましたよ。でもね、はい、まあ、古藤は正直、守備は本当に大したことなかったです。はい、それも肩があんまりよくなかった、まあグランデーもあんまりよくなかったんだけど、古藤、はいあのー、に関してはね、左ピッチャーを打つ天才でしたね。うん、天天才才ですか天<才>は出ても左になったら琴そ<う>、古藤 <laughs> でしたもんね。はい あの日が今中さんかそうですよあれ今中のインサイドのボールこうちが入ってくるストレートをもうレフトんの完璧だったんですけど彼は本当左ピッチャー打つのが本当、はい、にうまいというか左ピッチャーを打つためのスイング軌道みたいな雰囲気があったんで、はい、す,すごい良かったですよ。なんか 河合さんの分析でいくと、うん、まあ話したりもしたんですか逆にあとでなんでそんな左打てるんだろうってう、うん、まあなんかでもそういう話は多分したと思います、うんうん、僕も左ピッチャーどっちかというと好きだったんで、はい、入ってくるボールが、うん、だから彼もやっぱりこっちへ少々インサイド来てもそれを本当にファールにこうしないで打つ打ち方がすごいできたので、うん、彼うまかったですよ確かに河合さんに言われてみたら河合さんもそのうちに入ってくるやつを、はい 打,ってる打てるイメージありますね、はい、実際好きでしたですよねここのところコンファールにならずに逃げていく球より僕は入ってくるボールの方が好きだったので、はい、こと琴もどっちかというとそんな感じだったですねああでもそれやっぱりじゃあ全部から吸収ですね全部から見て、はい、見るのはただといやもうチームメイトの中にやっぱりそういう 左キラーって言われるような選手がいたりとかするとやっぱりなんでこの人、左に強いのかなとかね、うん、まあ逆に右,右の外に逃げるスライダーとか、はい、強い人とかどうやって打ってるのかなとか、うん、やっぱそういういいのなんかすごい興味持ってましたね<ー>、はい、翌年がですねそれできたこれも超,もう超メ,ジメジャー級できたの、うん、シェーンマッあ、シェーンマックすごい選手だったんですよねシェーンマックも彼もツインズですよ。うん ミネソタにいたんですよ。すねすね、す多分、えっ、ー、と、グラッテンと、ちょっとは被ってたんじゃないかな。多分、あの頃、グラッテンの後に、シェーンマク、その時も出てたと思うんですよね。はい、で、彼もすごかったですね。被ってますね。はい。彼はね、あの紳士的で、おとなしい雰囲気の選手でしたけど。はい 内に秘めたファイトと、はい、あとまあバッティングはまあパワーはあったんですけど、うん、そのあんまりこう細かいうまさみたいなっていう雰囲気はあんまりなくて結構強く振るタイプで、はい、でもあとね守備がねフェンス際とかのボールをこう。うんうん うまく距離保ちながらジャンプしていって、はい、フェンスにぶつかりながら取ったりとかしてるシーンがすごく僕目に焼き付いてて、<ー>彼はそこら辺はやっぱりねこう野生的というかバネもあったし、はい、はすごい良い,い選手だったなと思います。シネマック一番打ってませんでしたか、ね？あ打ってました。はい <laughs> はい。はい、シェーン・マックの一番はどうでした？あの彼はスピードあったんで、んでも時々あの。 ちょっとこう見落としをどっちかというとちょっとやるかなーみたいな雰囲気はちょっとあったですね <laughs>、はい、でも1番が外国人のことからそう思うと巨人って結構あ結構ありました90年代っていうのはこれマジな話で2番に河合さんいらっしゃるのでちょっと安心して起用しやすいっていうのは絶対ありますね首脳陣絶対僕は安心してないですけど河合 <laughs> さ,、ね、さんが大変 <laughs> 僕は安心してなかったけど <laughs> 首脳陣は河合さんが2番にいらっしゃるからって俺あとシェーンバックはなんかわかんないですあの マウスピースしてるみたいなことをやってて、マウスピースはめ始めたら、それを見つけたにはやったんですよあね。そんな人がいるんだっていうのが狭くいましたね。で、次が、お野ュがあ、あとハウエル。あハウエルねハウエルはヤクルトから来たね。あとその次の、うんはい、マントっていうのを覚えてますよ。 いらっしゃいましたよね。はい、マントは内内。内野手だったんでしょ内野手です。で。彼がね。はい、グラブに。グローブに。こう、か、型が崩れないように。やるね、はい、なんかこう。あの。ブルーの。はい、こう。な、なんかこう。型を作った。うん、あの。なんかそういうグラブへ、こう、ポッとはめて。はい

あ,あと、すみません、ちょっと戻って内野手のところがあったんだな、うん、あと、デニー・ゴンザレスっていう人もいらっしゃる、ゴンちゃん、ゴンちゃんって言ってたやつですよね、デニー・ゴンザレス、はい、ゴンちゃん、ゴンちゃんって言って、言ましたのいました、これも内野手、あとルイスがいたでしょう、ルイスがね、えー、と97年か、もうちょい後でもう一お伺いします、ね、あとは、ね、デラクルズ。 デラクルーズ知ってます。知ってます。デラクルーズ。なにしろデでドミニカだと思います。はいはい。これがまあでもご試合しか出てないでども覚えてはいらっしゃる。あ名前は知ってます。名前ははい。まあヒットも一アンダで一応そんな感じですね。そんな感じの方ですね。でハウェルでマント行ってあ。で次ルイスサントス。 サントス。ルイスサントス、これね、台湾のイチローとか言って、入ってきた気がするんですよね。あ、あそうだ。それがルイスだ。そうです。ルイスサントスル、うん。ルイス、ルイスって言って、言ってたんですよ。はい。三塁手。ルイ,ルイスサントス。はい。九十七年でしょう。九十七年で、本当に台湾のイチロー。そうです。はい。で、サードやってたんだけど、まあ、守備もあまり動きがよくなくて。はいはい、で、バッティングもイチローって言ってる。ほど、こう。 そうですね、軽やかな感じのスイングではなかったなっていう感じはあります、ね、2>, 2割3分7厘、はい、ホームラン0本でしたね、はい、覚えてるなぁ結構、うん、やっぱ当時僕巨人ファンだったんで、はい、毎回オールで期待してあれこれ,これ,これルイス全然打たんやんそうですねルイスはあんまり打たなかったですねそうですねあとはカステヤーノっていう選手覚えてます、はい、これは97年97年、はい、すごいですね年数覚えてるもんなんですねはいこれね えー、僕に代わってショートでスタメンに出だしたんですよ。ショートにし資格でえー、っとねその時に、はい、まあ僕スタメン外れたんで、はいえー、ちょっとこう腹が立った時にいた選手だったんで、うん、でも彼には全く非はなくて、うん <laughs> はい、彼はあの性格良かったですよ。 でもこの年も結局97年も河井さん普通にも規定打席到達されているんで始めたので初めスタメンに出たけども途中から変わってやっぱり僕はまた戻りましたね結局その年河井さんも打率2割8分8厘立派な成績を河井さんに火をつけたからよかったんじゃないですか河井さんがおマリアナ・ダンカン,ン,カン98年、はい、これはねダンカンは、はい オープン戦での多分神宮球場で3本ホームラン打ったんですよ、はい、オープン戦で、はい、これはすごいと思ったですお、やっぱメ,でメジャーでも見てご覧になられてたんですか、ね、見てました僕ルーキーの時ぐらい知ってるんで、はい、最初多分ドジャースでルーキーで出て結構有名だったんですよ、はい、でその後ちょっとこうバイナーの方に落ちたりしてる時に、はい 僕らがアリゾナ教育リーグ行ってる時にダンカンがいるとかいないとかって言って言ってた時があったんですよ<ー>アリゾナにでその後もいろんなチーム行ってねだってヤンキースで今見たらそれ打席数417ある年で、はい、打率3割4分打ってるいやそうですよもうすごいあのその頃すごいいいバッターだったんですよ<ー>でえっと 最初ルーキーの年は多分ショートだったんですけど、はい、だんだんそこからセカンドに行ってセカンドですごいいいプレーしててなるほどだから僕なんかはそのダブルプレーがすごく魅力だったし、はい、バッティングもまあ結構そんなに体大きくないけど、はい、まあまあパワーあって、はい、いい選手だなと思ってだからすごい来た時は一緒にできるのですごい楽しみにしてました、はい、性格どんな方なんですかそんなメジャーリーリは性格ね全然あの そんなな悪くなかったし、えー、まあ僕らは仲良くさせてもらったけどカンはやっぱりね僕、まあ、それと一番覚えてるのは、はいあのー、試合中に交代、はい、になった後にベンチ裏行って、えー、東京ドームのミラーを 叩き割ったっていうね。おっしゃってましたよね。これはすごかったね。さすがに僕もだいぶベンチ裏で暴れるタイプでしたけど、あそこのミイラーは壊したことないんで。そうっすね。で次に、マルちゃんです。ドミンゴ・マルチネス。マルちゃん、セブライオンズから来たね。マルちゃん、どんな方なんですかマルちゃんもすごい穏やかで もう性格良かったし、まあ、はい、日本の野球ももちろんねあの経験した中で移籍してきましたので、はい、あのでも彼のバッティングもやっぱりすごい良かったですね。あ良かったですか、ね？良かったです。あの大きいそのどっちかというと上半身が少しこう、うん、太り気味のでっかい体してる割には。はいはい この柔軟性が、バッティングに柔軟性がありましたルちゃんって結構レフト守ったりもしてまね守備範囲ってどうなんですか、レフトの守備いやいや、それは狭いですよ。で、ショートの人はね、もう軽い外野も兼ねてもうそうです、そこら辺はもうカバーいかなきゃいけなかったのでそうですよねルちゃん、レフトとか聞いてもマジかっていう感じはありますよね。 僕らはなんとかカバーしてあげようと思って一生懸命やってましたけどやっぱり、まあ、一番、まあ、嫌がってたのはピッチャー陣ですよ結構、まあ、そうですね、はいまあ、やっぱりそんなに動ける範囲がやっぱ限られるんで丸、うん、ちゃんはまあ本当に言うとファーストが一番良かったと思うんですけどチーム構成上ね、はいうん、その当時はまあファーストも何人かいましたので何、はい、かああい,いかざるを得ない。 で外野行くとやっぱりどうしても守備範囲が狭いんで。はい、まあピッチャー陣が一番ね。きついですよね。きついですよ。<laughs> 脚力がまずないですから。最重量外野の可能性ありますよね。い,い,いやと思います。そうです,うです。<laughs> ですね、だからもうそこら辺はショートがカバーしてあげなきゃいけないし。<laughs> はい。なるほど。丸、ま、ちゃん。あとはそこから、あでも結構丸ちゃんは結構ピッチャーばっかり入ってくるピッチャーまた後日るんではね、い。あとはあい,いらしていたな。 クレスポって言いましたねガイアンクレスポあなんか名前は覚えてるけどちょっとね顔がうんパッと浮かんでこないね,そうですねあとは最後の、うん、巨人最後の年にはペタジーニ来てるんですねあそれもヤクルトの時代からね,からねペタジーニオルガ夫人は見,見ましたか見たことありますよ <laughs> ペタペタジーニ何年だったんですかねペタジーニ2003年です巨人は ほんじゃあ 1> 1<年>僕の最後の年だ最後の年ですでもペタジーにもあんまりしゃべらんかったねあ,あそうなんですかほんと寡黙な感じ、うん、でもねしゃべるとすごい優しい雰囲気の選手でしたねうはいもうこの年にそうか松井さん行ってますもんねもういなかったですからねあとその巨人在籍中で最後に <laughs> あのレイサムっていう選手はい あのボールをスタンドに投げたレーー、ねね、レイさんもね、ボール投げた人ですよね。はい、あの覚えてますよ。あれ<え>投げた後ベンチはみたいなかどな感じいやいやみ,みんなおおって言ってみんな多分多分手がこうポッと投げた人に多分みんな手がああってこうなったと思います。ボール取りに行ったと思います。え <laughs> <laughs> でも多分。 以上で巨人時代の野手全員ですけど川合さん、全員覚えてらっしゃいましたね。名前はね、覚えてる、ただ、まあ、何人かちょっとこの顔が、顔と名前がちょっと一致、出てこない人もいたけど、でも、ほとんど覚えてますね。とすちょっとこの後は編をお伺いしま、はい、ますかりましたありたあがとうございます、はい